はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうじゃく代表の佐藤です。本日私はゆうじゃく睦沢オートキャンプ場の方に来ております。はい、そんなわけで今日はね、あいにくの空模様、結構雨が降っております。はい、とはいえね、まあ時間も限られている中での作業になってくるので、こんな雨が降る中でもね、キャンプ場開拓やっていかないとね、なかなか先に進んでいきませんので、今日もね、元気に作業していきたいなというふうに思います。よっと、あ、びちゃびちゃ。はい、そんなわけで一通りね、作業を行いました。まあ、気づいた方もいらっしゃるとは思うんですけども、実は今日作業2日目でございます。実はね、今 GoPro 9で撮影を行ってるんですけど、なんかね、結構調子悪いというか、まあ、最初から結構接触が悪かったりしてたんですけど、なんかね、カメラがよう止まって、結構ね、映像の素材がなくなってしまいました、残念なことにね。はい、でどうでしょう、実際かなり水平にほぼほぼね、削れてきたんじゃないかなというふうに思います。こっち側から見るとね、分かりやすいかな。GoPro 広角だからちょっと分かりにくいね。はい、こんな感じで手前側にあったね、土を全部奥側に送ってあげたような感じでございます。結構削りましたよ。30センチ以上だね、50センチぐらい多分ね、削ってるんじゃないかな。はい、でここの削った土全部ね、ユンボを使ってあっち側に送ってあげたので、奥側はすごく多分崖みたいになってるかもしれないね。ちょっと見に行きましょう。すごいね、改めてこうやって見ると結構土持ってきたね。うん、はい、ここがね、もともとのオートサイドなんですけど、こっち側、こうやって見る、ここから見ると水平すごく分かりやすいね。はい、今カメラはまっすぐなので、どちらかというとここから見て右肩下がりかな。こっち、この水平はね、ほぼほぼもう今取れた感じがします。この手のね、オートサイトの作り方で一番難しいのはね、この傾斜なんですよね。傾斜、今だいぶここ、こっち側ね、こんな感じでなだらかになってると思うんですけども、この傾斜がね、やってるとなかなかうまく出てこないんですよね。はい、本当はもうちょっと角張った形で傾斜が出てたはずなんですけど、まあ時間とともにね、なだらかになっていっちゃうみたいです。まあ、中のサイトをね、やっぱり広くしたいので、傾斜自体は、なるべく急にしてあげた方がいいと思うんですよね。アスファルトの際がちょうどこの辺りにありますので、土をもうギリギリここぐらいまで持ってきてあげて、ここからまあキュッとね、持ち上げる感じ。まあもしくはあっちに作ったような、まああれ失敗作なんですけど、まあ擁壁を、そうだな、ここはまあ傾斜でもいいのかな、この辺りとか、キーになる場所、この辺りですね、少し、5メーター7メートルぐらい、まあ3メートル7メートルぐらいの擁壁ね、作ってあげてもいいのかもしれないですね。というか、ここのオートサイトめちゃくちゃ広いね、びっくりするぐらい広いです。おそらく長さがこれ15メートルから20メートル近くあって、奥行きも
まあ、10メートルぐらいかなありますので、まあ、グランピング用のベルテントなんかを2張りぐらいだったら余裕で張れそうな感じがします。はい、そんなわけでいかがでしょうか。どうしてもここ水はけが悪いので暗渠排水、これもね組んでいきたいなというふうに思います。ちょっとまだ頭の中でイメージができてないので、どちらかというとその排水先がね、イメージできてないので、まあ、どういうふうな感じの暗渠排水にするのかっていうのもちょっと試行錯誤しなきゃいけないわけなんですけれども、うん、はい、そんなわけで次の作業はね、奥側からまずは土を持ってくるという作業と、まあ、水はけが悪いのでできれば暗渠排水なんかも組んでいきたいんですけど、まあ、それは次回の動画かな。とまず完璧にね水平出ししていこうかなというふうに思います。まあ、今日はもう暗いんで作業できないんで、とりあえず3日目かな。それでは3日目にスキップってわけで、今日は今ね私の後ろに見えているオートキャンプサイトナンバー2開拓、続きをねやっていこうかなというふうに思います。はい、前回の作業からね実は2週間くらい経過してまして、年が明けてしまいました。はい、というわけなので今日はとりあえずライブ作業がね中途半端になってしまってるここのサイト、なんとかね形にしようかなというふうに思っております。で実は今日ね裏でユージャッカー新年会、やっておりまして、全部すべてユージャックのテントで固めているという状況ですね。後半会場の様子をね映してみようかなというふうには思うんですけれども、で本当はこのオートキャンプサイトの方なんですけど、まあ、勾配を、きちっと取ってあげることによって水が、まあ、表面を流れていくというねことがどうやらできるらしく、まあ、完全に水平にしてしまうと第一オートサイトのようなイメージで雨が降った時にねやっぱりちょっとぬかるみが出てきてしまいます。ですから、そうならないように今日はここの地面をきれいに勾配をちょっと取っていこうかなっていうふうに思います。とは言っても、目立てで取っていきますので、そんなガチでしっかり取っていくというような感じではなく、はい、まずはちょっと今でもだいぶねもう綺麗に仕上がってきてはいるんですけど、これをまあサイトとして貼れる水準までね上げていこうかなというふうに思います。はい、あとは、まあ、採石関係ね購入いたしまして、採石の方も綺麗にちょっと巻いていこうかなというふうに思っております。まあ、いずれにしてもここはね表面また砂巻いてあげて芝生サイトにできればねしていきたいなっていう感じです。はい、まあ、種から育てると時間かかっちゃうんで、まあ、芝生そのものを購入して、敷いてしまうっていうのがいいのかもしれないね。じゃあとりあえず作業を進めていきます。スタート。はい、そんなわけでここまでね作業を一応ね終えることができまして、おおよそ今わずかなね勾配ですね、私が今立っているところから、まあ、奥に行くにつれて、まあ、なだらかというか緩やかな下り坂になっているわけなんですけれども、うん、まだねやっぱりユンボで緻密な作業はね難しいので、まあ、できる人もいるとは思うんですけど、私には少なくともちょっと難しいので、おおよそねざっくりとだけ整えております。なのでここから先はまず水糸をですね張って、基準を出して、でそのレベルに合わせて、綺麗な勾配をちょっと作っていくと、それで表面排水を完了させてあげようかなというふうに思っております。はい、あとはワンチャンね、まあ、ちょっと全体的に整えた後真ん中あたりに1本ぐらいね暗渠排水というか暗渠排水的なもの
はい、簡易的なものをですね設けてもいいのかなというふうに思います。少なくともそうすればテントがね設営された時にその下が水たまりになっちゃうっていうことはないと思いますので、はい、そういった形で少しね対策を打っておこうかなと、はい、まずは、はい、こちらですね、こちらの杭を打ってレベル出ししていきましょう。基準になる杭を立てていきます。この時点でね、この辺がちょっと高いんで少し削り落とします。あて、ゆーってサクサクやってるから人力でやるとこれすごい粘土質だね、ここの土ね、やっぱりね、あーすげー、やっぱりね、ユンボのありがたみがよくわかりますね。まあ、ひとまずこの辺りにちょっとくくった状態であと削ってね、調整しましょう。はい、そしたらひとまず今ね基準ができましたんで、ただねこの辺ちょっと土今接触しちゃってるんですよ。少し削んないと正確なちょっとレベルが見えてこないので、ここからはね人海戦術でやっていきたいなというふうに思います。人海戦術ということで、今日ね新年会やってますんで、キャンプ場に来ているメンバーにねこれから招集をかけたいなと思います。ユージャックキャンプサロンにはねこういうスラックグループがあって、オートキャンプ場管理チャンネルとかっていうものがあります。なのでこれからここにね招集をかけていきます。はい、こんな感じですね。新年会に参加中のユージャック諸軍に次ぐオートサイト2番開拓中につき応援求むと。はい、これを見たユージャッカーさんがねきっと手伝いに来てくれるはず。スコップもね今さっきデイスイって購入してきたんで準備万端です。最大5名のお手伝いさんが来てくれたら早く終わるんだけど。というわけでユージャッカーさんを待っている間に、私はここのね溝削っていきます。はい、そんなわけで大量のユージャックさんに手伝いに来ていただきました。このままね、あと1時間ぐらい日没ぐらいまでね作業を継続していこうかなというふうに思います。はい、そんなわけで強制労働後でございますけれども、かなり綺麗にねなりましたね。だいぶなだらかに、やっぱり人間の感覚でやってるんで、この緻密な作業をするには人間が持ってこいということで、そっち側今ね半分だけ実は終わらせた状況です。で、今私が立っている側はまだ人の手を入れてはいないわけなんですけど、まあこの辺がね私が今立ってるところあたりが、車が止まるね砂利で、そこから少しずつあっち側に向かっていくにつれて、またね芝生を植えるのか、まあ、もしくはそのまま全部砂利敷きにしてしまうのかというのはちょっと迷ってるんですけど、この後の作業としてはとりあえずねテントが立つ場所、この辺りのど真ん中に1本ぐらい水がね流れる暗渠排水的なもの、はい、暗渠排水風なものをちょっとね作っていこうかなっていう感じ。今日はもうお時間がね日が暮れてしまいますので、次の作業はまた来週月曜日かな。はい、というわけでまた翌日にスキップ。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、というわけでこれからは新年会楽しんでいきます。はい、本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、そのからある通知設定もオンにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、Twitter、Instagram やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ毎日キャンプ系の記事更新しておりますので読みに来てください。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、ちなみに今日はねユージャック新年会、ユージャックテント縛りってことで大量の
ニュージャックのテントが張ってあります。全種類多分網羅してるね、張ってあります。